はい、マサジロー伝承郷料理、本日は大根炊きをやっていきたいと思います。京都の師走にまず最初に行事といたしまして、千本釈迦堂と、領徳寺、ここで代表的な大根炊きが行われます。7日8日が、千本釈迦堂、この千本釈迦堂ではこちらの聖護院大根ですね、このような丸い大根、丸大根が用いられます。これはですね、もともと千本釈迦堂の三世の慈善上人がですね、大根のこの切り口を鏡に見立てて、ほんでそこに梵字をこう書いてですね、諸病の退散を願ったというのがこの始まりでございます。一方9日10日の領徳寺で行われる大根炊きはですね、長大根を使いますね、普通の長細い大根ですね。これはですね、親鸞上人がその法然上人の遺跡を巡る中で、領徳寺に立ち寄ったんですね。その際に領徳寺の二僧さんから塩味の大根をいただいて大層喜ばれたと。そしてそのお礼としてそこにあったススキをですね取って、それで、記号してですね、ススキの名号というんですけれども、これを与えはったことがこの領徳寺の大根炊きの起こりとなっております。どちらもですね、中部よけですとか諸病退散ですね、そして、長寿延命なんかを、願いながら参詣者はこの大根炊きをいただくというような行事でございまして、まず今日はですね、この聖護院大根、丸大根を用いて、作っていきたいと思います。まずですね、これを、この茎の部分ですね、これを落としてしまいまして、それで大体これですと3等分ぐらいですかね、切っていくんですけれども、あんまり切るとね、一気に切ってもいいんですけども、割れてきますんで、なるだけスカッと。そしてこの巣が入ってますね、この内側ぐらいまで剥いていきます。結構分厚く剥きますんで、この皮の部分はですね、刻んでいただいて浅漬けにしていただくと美味しく食べられますね。そしてこれを4つぐらいにこう切りましてですね、そしてこの1つを、でこれをちょっと面取りといって、煮崩れ防止のためにこのように切ってまいります。このように切りますね。これを炊いていくんですけれども、この面取りしたヘタもですね、お味噌汁に入れたり、もしくは浅漬けにしていただいて、召し上がっていただくと良いのかなと思います。それでは大根と一緒に炊きます、お揚げさんも切ってまいります。こんな感じになります。それでは面取りを終えました、聖護院大根を下茹でしていきたいと思います。まずこれ
お鍋に移します。そしてかぶるくらいのお水を入れまして、そして火にかけていきます。これで、沸騰してからおよそ30分ぐらい下茹でします。はい、30分経ちましたんで、大根の硬さを確認いたします。ちょうど柔らかさになってますんで、バットにおかあげしてまいりたいと思います。おかあげというのは水に取らずにこのようにざるのようなもので、受けてあげていくことをおかあげと言います。はい、そしたらこのまま置いておいて、それから炊いていきます。はい、大根炊きの調味汁を合わせてまいります。煮汁ですね。まずお出汁、お酒ですね、でみりん、そして薄口ですね。はい、これを火にかけていきます。はい、そしたら大根炊きの煮汁が煮立ってきましたんで炊いていきたいと思います。はい、まずお揚げさん、これ全部入れちゃいます。そして下茹でしたお鯛ですね、これも入れます。はい、はい、落とし蓋いたします。そして再び煮えてきたら弱火にして15分炊いていきます。はい、煮立ってまいりましたんで、ちょっと火を火力を落としますね。そして、タイマー、15分ですね、15分セットしてスタート。はい、このまま煮含めてまいります。はい、15分経ちましたんで大根炊きが炊き上がりました。このように炊き上がっております。はい、大根炊きを盛り付けました。この手鉢の器ですね、これはですね花崗山釜と申しまして、僕が通っていた中学校楽東中学というところやったんですけれども、そこが今は開成校となって、小中一貫となった、ところでございまして、その近くにあるこの花崗山というところで焼かれたものでございます。紅白の椿が大胆に描かれていまして、見事な出来栄えでございます。それでは早速頂戴いたします。いただきます。
そのお大根に、お出汁が十分に染みていまして、またそのお揚げさんの油分が大根にこう移ってましてですね、実に豊かな味わいになっております。まあ、この大根とお揚げさん、まあ、お揚げさんというのはね、京都でものすごく好まれる食材の一つで、いろんなものと炊き合わせますけれども、この大根と揚げっていうのもまた何とも言えず うまくこう相性よくお互いのこう持ち味を引き出すような、そういう炊き上がりになります。今日は師走の大根炊きをご紹介いたしました。ごちそうさまでございました。最後までご覧いただきまして誠にありがたく存じ上げます。もしよろしければチャンネル登録と高評価、何卒よろしくお頼み申し上げます。では次回の動画まで皆さんごきげんよう。